こんにちはキミチルチャンネルのキミです今回から危険物取扱者物理化学これで完璧というシリーズものやっていきたいと思います過去に危険物取り扱い者の猿でもわかるだったり耳で覚えるというシリーズやってきたんですけどもそちらのコメント欄にて 私は物理科学が苦手なのでもっと詳しく解説をしだったり文系なので物理科学について全く分かんないというようなですねコメントをいただきましたので今回はそちらですね物理科学に関しししてて詳しく解説をいいいきたいと思いますで中には物理科学こんなことも分かるから解説しないでいいよっていう方いらっしゃると思うんですけど復習がてら一緒に見てもらえたらなと思いますではやっていきますではまず 物質の三体について解説をしていきます。この世の中に存在する物質には固体液体気体と言われる三つの状態があります。固体。液体。最後気体。これは三つの状態が存在します。 これらに関してはですね、もうすでに知っているよという方多くいらっしゃると思うんですけどこれだけでなくこれらに圧力だっったり温度を変変えるる。ことによって変化する例えば固体の例で言いますと氷が溶けて水、液体になった。あとは液体を加熱すると水蒸気そして気体ですね気体になったと言ったようにですね変化していくんですけどもそれぞれの変化の名前について皆さんはご存知でしょうか これに関してもですね、しっかりと押さえておいてほしいということで解説をしていきますまず一つ目固体から液体に変化することこちらを融解と呼びます融解このような漢字を書きます融解そしてその次液体を気体水を加熱して水蒸気になったこのことを 蒸発と言います蒸発は聞きなじみがあるんではないかなと思いますそしてさその次その逆ですね気体から液体こちらを凝縮凝縮と言います凝縮その次液体から固体こちらがちょっと凝縮と似てるんですけど凝固と言います 凝縮と凝固名前が似ているので,ですね。一緒に覚えてもらうと覚えやすいかと思いますこれら4つだけでなくてあと1つ存在しますそれが固体から液体を通るのではなく一気に気体または気体から一気に個体になるこれら呼び方全く同じですので一緒に覚えてもらえたらいいかなと思いますそれが消化というものです 誘拐、蒸発、凝縮、凝固、そして消化これら5つの5つの呼び方をですねしっかりと押さえていただくことで物質の状態の変化に関してはマスターしたと言えるのではないかと思いますでは2つ目密度と比重について解説をしていきますこの2つの言葉聞いたことあるけどどういう意味なのという方いらっしゃると思います一緒に理解していきましょうまずは左の密度について解説をしていきます 密度っていうのは式で表すとこのようになります。密度イコール物質の体積分の物質の質量です。と書かせてもらいます。物質の体積分の物質の質量。でそれぞれ単位が体積は立方センチメートル。 センチメートルに3がついたものですねで質量重さがグラムですでじゃあ次密度の単位は何なのかグラムを立方センチメートルで割っているので密度の単位はグラム毎立方センチメートルとなりますこの斜めの棒のことを毎と呼ぶのでグラム毎立方センチメートルという呼び方をします で式だけだと少し理解しにくいと思いますので今回はバスケットボールと野球ボールこの2つを例にとって解説をしていきます。まずバスケットボールが1つそして野球ボールが1つあるとします。でバスケットボールの質量重さが500だとして野球ボールの質量が100だとします。で バスケットボールの体積が500立方センチメートルだとして野球ボールの体積が50立方センチメートルだとします。でこの2つのボールどちらが密度が大きいのかというのをイメージしてみるとバスケットボールの方が 500g と大きいのでこっちの方が密度大きいんじゃないのかとイメージされる方いらっしゃると思います。 でではですね、先ほどの左の式でですね実際に解いてみましょうバスケットボールが 500g 野球ボールが 500g で下が立方センチメートルでしたよねこれをですね横に線を引いてあげると先ほどの式に全く当てはまりますのでこれを解いていくだけで密度が分かりますで下にイコール書かせてもらうんですけども500と500、ととこれを割ると1にな,るなのでバスケットボールの密度は1。 グラム毎立方センチメートルとなります次野球ボールでやってみると100っていうのは50の2倍ですので2になります。密度で言うと2グラム毎立方センチメートルになりますで今回例で言ったんでこのまま全く一緒だとは思わないんですけども、まあ、密度で言うと今回の場合で言うと野球ボールの方がバスケットボールよりも2倍大きい。 密度が大きいということになりますでこれどのような時に密度が使えるかというと1立方センチメートルあたりのグラムっていうのをパッと見もうその数値を見ただけでわかるということになりますで1立方センチメートルというのはサイコロをイメージしてもらったらいいと思いますだからバスケットボールと野球ボールをそれぞれ1立方センチメートルサイコロ状に切った 場合にどちらが重たいのかっていうのをこの数値密度という値を見るだけであ野球ボールのの方がが重たいいいんだなととうのが理解できると思いますこのように密度っていうのが分かっているとどっちが同じ大きさにした時に重たいのかというのが分かるのでとても便利な値になりますのでしっかりと理解してそして活用してみてみくださいで次は比重について。比重と聞いた時にまず思い浮かべてほしいのが。 水より重たいか軽いかというのがですね比重の意味になります水と比べて重いかそれとも軽いか比重に関してはもうこれだけですで比重っていうのを式で表すと比重イコール ある一定の水の質量ま質量なのでグラムですねで物質の質量質量になりますで今回はこれ簡単に書いたんですけど条件があって同じ体積での話をしています で、同じ体積と聞くと先ほどの密度っていう言葉が出てくると思うんですけどもそのままに思ってください密度を比べた時に水より重いか軽いか大きいか軽い小さいかっていうのをですね比べてもらうそれだけになりますでこれが1よりも比重っていうのが1よりも大きい大きいと水に沈みます 一よりも大きいと物質の方が重たいということなので、水に沈んでいきます。じゃあ一より小さいとどうなるか。これは水に浮いていきます。例えば、川で石が沈んでいる。それは石が水よりも比重が大きいから。水よりもっていうのはおかしいですけど、まあ比重が一よりも大きいから水に沈むんです。 で逆に風船とか、まあ、それはちょっと軽すぎますけどスイカとかあれ重いイメージあると思うんですけども水に浮かぶことできますよね。ってことは水とスイカの質量ですね同じ体積での質量を比べると水の方が重いから水に浮いてくる比重が1よりも小さいから水に浮かぶということになります。で比重に関しては水より重いかどうかそれに関してをですね1という数値を境にですね比べることができますよということになります。 2つになりますで、危険物取扱以上に試験で言いますと密度っていうのも大切なんですけども比重に関してよく出てきます水より重いか軽いかっていうのは本当に大切になってきますので比重に関してですねしっかりと理解してください比重というのはもう一度繰り返しますけど水より重いかどうかっていうのを数値を1を境に大きければ沈む小さければ浮いてくるというような認識をしてもらえればと思います 以上で危険物取扱者物理化学これで完璧の第一講義目終わりたいと思います次回からの第二講義目からもぜひ見てください終わります最後までご覧いただきありがとうございました高評価チャンネル登録もよろしくお願いします